エペソ人への手紙3章20節を開いてください。エペソの3章の20節ですね。私たちの聖書通読の学びが2章まで来ましたけれども、3章ですね、ここに1節ずつ見ていきます。で、今は20節にね注目します。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方にと、すごい祈りというか宣言ですよね。私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方、この方に祈っているということですが、なんでこんなことを言っているかというと、今これパウロは祈りを捧げていて、その手前で言っていることが、あるんですね。でそれでこの言葉が出てくるんですけれども、手前で19節ですね、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにってこう言ってるんですよ。こうやって祈ってるんですよ。人知を超えたキリストの愛を知ることができますようにって、文法的に間違ってません？知ることができない愛を知ることができるようにって言ってるんですよ。ですね。で、次の祈りも、神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにって、これも不可能に近い、偶像じゃないんですよ、この神は。だからここら辺にあるなんかこうお地蔵さんかわかんないですけども、そこで満ち溢れる豊かさにまで満ち溢れるようにって言ってるんではなくて、天の天も治めることのできないですね、大きな方の満ち溢れるその豊かさに満ち溢れますようにって、無理じゃないですか。私たちの体がこの宇宙よりも大きくなったって無理なわけですよ。なので私たちのうちに働く道からによって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに、だから願うこと、思うことのすべてをはるかに超える超えて行うこと、だからこれはこの祈りというのは行うことができるんです。神はね、そういう方なんだということなんです。私たちはですね、まあ、今日はこれを覚えてほしいですね。あまりにも自分たちの理解力、知力ですね、物事を把握したいと願ってしまうということなんです。ですね、この願うこと、思うことってあるでしょ。自分の思うことをでも全てを解決したいと願ってしまいます。で、自分が理解できない不条理に思えることが起こってですね、困ったなではなくて、ここで見たようにその時こそですね、神の知識が本領を発揮するわけです。不条理に思えることが起こっている時こそですか、神の愛がどれほど大きく広いのかを知るきっかけになるんです。私たちは到底思い浮かぶことができないことを不条理に思えるような中で示してくださるんです。自分には全く知り得ないことを、神はそうした試練や苦しみの時にこうなんだよと教えてくれるんです。で、私たち、まあ、クリスチャンでない人もそうなんですけど、クリスチャンでとてですね、その生活が何かテクニックのように、これこれをすればこうなるのだという、まあ、プログラムの一環のように考えてしまうんですよね。で、神とそのような形で会えるかっていうと会えなくて、むしろテクニックが全く通用しないところに置かれるときに、
信仰って養われるんですね。どうしようもないところに置かれて、なのに不思議に、ああ神はこういうお方なんだ、こういう人なんだと、まあ、悟りっていうのかな、が気づきが与えられるんです。で、頭で考えたら全く理解不可能なのに、なぜか平安が与えられる。人知を超えたところの平安が与えられる。で、これがね、このエペソの3章でね、奥義の啓示ですね、という、だからそういうところで信仰が養われて、そして神の恵みが無尽蔵に与えられていることを知るようになるんですですね。だから私たちが何を願い思っているかは全く関係のない神の圧倒的な主権があって、それで神は行うんですよね。英語でね、これを He is able って言うんですね。歌まであります。He is able って、まあ、ここで歌うなんですけど、まあ、これ日本語にするとね、どういう、神はできるってね。だけどこれ、三刀さん流に話すとね、まあ、三刀さん知ってる人は、神やりますよって、これね、ああ、神やってくれるからって。まあ、これ、本当に適切な訳で、He is able。神はやりますよ。で、その前半にですね、今言いましたように、この奥義が啓示によって知らされると、また奥義と交わるという言葉まで、まあ、実はあるんです、まあ、これ午後に詳しく説明しますが、この奥義とは神が豊かな知恵によって行われていることを、私たちには隠されていることを、ある時にご自分の意向で明らかにしてくださるんです。さっき言ったその全く不条理の中で混乱、普通だったらするところで平安が与えられるとかね、その明らかにしてくださるんです。で、神ご自身のなされることは、その真逆の時だけある。さえ、私たちを思うこと、願うことは真逆のことさえある、正反対のことさえあるんです。で、そうしたことを超えて、神は私たちの霊にそのご自分の知恵を教えて、一方的に教えてくださいます。で、そこで神様に対する絶大な安心感ですね、その安定感ですね、間違って神様の絶対的な安定感ですね。で、それが私たちに与えられて、魂が驚いて、それで深い信頼を寄せることができる。だからどんなことがあっても大丈夫だと、こう私たちは思うことができるわけなんです。で、パウロがピリピの4章の13節で、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのですと、こう言ってるんですね。で、また繰り返しますと、私たちはどうしても自分で理解して把握したいと欲してしまいます。で、神に願っているようで、自分で理解できる範囲で、自分の能力で、その可能な範囲で神に願っているということが、まあ、多々あるんですね。で、ユダの王アハズ、覚えてますかね、ユダのアハズの時代で、北イスラエルの王と、またアラムって今のシリアですね、アラムの王が結託してユダを攻めてこようとしたんですね。これイザヤ書の7章に書いてあります。その時に、アハズ王の心も民の心も、林の木々が風に揺らぐように揺らいだって書いてあります。恐れに満たされたんです。動揺しました。で、そこに預言者イザヤが現れて、彼らは攻めに来ないという神の言葉を伝えに来ました。そして来ないからっていう、まあ、奇跡的なことを起こしてくださった神様ね。それで、あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでもとこう言うんですが、アハズは私は求めませんってこう言っちゃうんです。アハズは神に頼ることを意識的に拒んだんです。自分の能力を超えたことを求めることを拒んだんです。自分の力、自分の知恵にとどまることを選び取りました。で、どうやったか。で、この二つの国がね、攻めてくるっていうことをね、聞いて、どうしたかっていうと、
その2つの国、この北イスラエル、皆さんが南ユダヤにすると北がこっちですね。でシリアはここなんですよ、シリアアラムが。で、もっとこっちの方に、ずっとこっちに巨大な国、アッシリアがあるんです。アッシリアに貢ぎ物を、だからお金を渡して、この2つの国を攻めてくれって同じです。でしょ？ね。なんかチンピラが来てさ、なんか嫌な思いしてたらさ、プロのヤクザに頼めばいいわけでしょ。ね、そんな感じですよ。で、事実、ダマスコ、だからシリア、アラムの首都ダマスコは陥落して、そして、サマリア、イスラエルのサマリアですね、この、首都ですね、もう陥落して、アッシリアに捕らえ移されていくんですね。事実そうなったんですけども、今度ユダにまで来るんですよ、アッシリアが。結局、いじめられていくんです。そのツケをヒゼキヤが追って、ヒゼキヤが神様に頼って、後でね、奇跡が起こるわけですけれども、このように、アハズは自分の理解できる範囲で全てを動かしていったんです。で救われるどころか、まあ、虐げられていく道を選び取っていったわけなんです。そこでね、イザヤがね、あなたの神主に印を求めよってこういうふうに言った。試しなさいと、いうこと。これ、ね、試みと、心、いわゆる、ほら、主を試みてはならないという言葉とはちょっと違うんですね。そうではなくて、自分の理解を、の範囲を超えて、自分の能力ではなくて、神が神として行われることに期待するんですね。だから自分の能力ではなくて、神の能力に従って願うわけなんです。そうした形で試しなさいと言うんですね。まあ、似たような話が、あれですね、マラキ書の、一番最後ですね、旧約聖書の。献金について、献金というか、捧げ物ですね。十分の一で試しなさいという言葉があって、で、確実にそれを神があなた方の必要を満たしてくださるから、試しなさいとこう言っているんですね。で、この経験をですね、本当に皆さんにしていただきたいんですよ。その自分の理解、自分の力、このような中で生きていて、そこで信仰をつけ足すっていうのはこうじゃなくて、理解の上ではこれダメだよね、やばいよね、というようなことがあってもですね、ですか？もちろん知恵が必要ですよ。神様無謀なことはされませんから、そうそうそう、この無謀と信仰っていうのも違うっていうのをね、まあ、これも本当に一つの大きな学びとして、私たちね、本当、これちょっとね、一つの学びでね、やりたいですよね、トピックね。すごい、無謀と信仰が違うっていうのもね。例えば今、ここから落ちて、私がスーパーマンでピューンとかで飛んでて、ポーンとかでね、だって神様全てできるじゃんとかね。これを死を試みるってことなの。例えば、ちょっと、ごめんね、これ原稿にないけどね、例えば、毒を飲んでも害を受けないとか、まあね、蛇に噛まれてもってあるでしょ。あれ実際にやった人たちいるんですよ。で死んでっちゃったってね、蛇に噛まれて。あれね、宣教の活動をしているこの全ての被造物に福音を伝えなさいっていう中において不可逆的に、例えば毒を飲んでしまったとかあるんですよ。蛇に噛まれたとか、事実パウロそうだったでしょ。その時に守られますよってことなんです。なのに試すわけでしょ。でそれとそのなんていうかな、こう心、今言ったこの試すは違うわけなんですよね。で、これを経験してほしいんですよね。で、これでね、このね、神様やっぱり生きてるじゃんって、真実、神の真実を知ってってほしい。これが神の知識というんです。知識っていうとなんかほら、勉強した結果さ、聖書が分かったとかさ、そういうんじゃなくて、その信仰を働かせて、本当に神は生きてるんだと。普通だったら違うよね。起こらないよねってことは起こるわけですよ。生きておられる主に対する信頼となってきます。で思い出すに、チャック・スミスの生まれた背景を思い、こうですね、これ私この説教の準備しているときに思い出したんですが、彼のお姉さんがすごく幼いときに髄膜炎にかかったんですね。で痙攣を起こして息も止まってしまったんです。もう死ぬってこう死の影をね、感じたんですが、お母さんは家のすぐそばにある
教会に連れてって牧師に祈ってもらうんですが、牧師が言った言葉がすごい。今ここにいる子から目を離しましょう。主に目を留めましょうと。で、その、女の子ね、お姉さん、チャックにとってのバージニアさん、癒されたんです。癒されました。で、問題を持っているその子から目を離しましょうという牧師の勧めってすごく大事ですね。自分の理解や自分の能力から目を離して主に目を留める。で、これアブラハムがイサクを産んだ時、産む前にですね、行ったことで、ローマの4章の19節で彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでしたと。だからそのサラがもう体がとっくに閉経迎えている。90歳のおばあちゃんだから。ね。けれども、それに目を留めないで、神の約束に目を留めたわけなんですね。で、神の働きはそれで終わんなかったんですよ。で、このお母さんが、その娘のことについて、これ、まあ、こう癒されて、ね。だから自分自身を主に捧げますってこう誓ったんですよ。で、主に捧げるって誓った後で、弟であるチャックが生まれたんです。で、この子によって、主に捧げますって祈ったんです。で、どうやって捧げたかって言ったら、生まれた時からすぐに聖書に触れて、聖書で育てていくと決めたんです。彼がアルファベットを覚えるときは聖書から覚えたそうです。テントが逆になってるのが V だよとかね。テントが逆になってるのが V とか、そうやって、聖書の言葉を使ってこうやってやって、で、彼を捧げていくと。で、なんとですね、これちょっと涙出てくるんですけども、彼はその後で、お医者さんになる道を選ぶんですが、途中で神に召されたって言って、お医者さんの道、医学部も辞めたんですね。で、お母さんが死ぬ間際に、初めて今のストーリーを話してくれたんですよ。で、お母さんは強制しなかったんです。献身しなさいとか、牧師になりなさいとか強制しなかった。で、その彼ですね、生まれた時からもう聖書に触れた彼がいるからこそ、カルバリーチャペルの神様の聖霊の働きが起こったわけでしょう。神の働き、ただそのバージニアさんが癒されたということにとどまらなかった。思うこと、願うことをはるかに超えて行うことのできる方なんですね。でね、ここでね、注目していただきたいのは、私たちのうちに働く道からによってっていう、私たちのうちに働くんだということですね。この神の力が私たちのうちに働くんだということなんです。で、これがね、3章の16節にですね、どうか道がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持って私たちを強めてくださいますようにっていう。ここも私たちの内なる人って書いてます。ね、私たちはこの、どうしてもですね、周りの環境が変わってほしいと願っちゃうんですね。周りの環境が。主よ、これをやめて。嫌な人がいたらこの人をどうか私から退けてくださいってさ、祈りたくなるじゃないですか。でも神様はお前が変わるようにしてあげるよってこう言うんだよね。いや、それは結構ですとかって私たち言いたくなるんですが、ご自分の力をうちで表してくださるんですね。ダニエルのこと思うんですが、ダニエルと友人3人が少年の時にバビロンに捕らえ移されて、王に仕える準備のために王のご馳走を食べなければならなかった。で、そのご馳走の中に肉があって、まあ、その肉が偶像に捧げられてるっていうから、まあ、その、汚すまいと決心して、宦官の長に頼むんですね。でも、宦官の長としてはですね、もし自分が世話している、そのダニエルとその友人3人が痩せこけていたら、もう殺される可能性大なんですね。職務怠慢で。で、それで自分たちを試してくださいと、このダニエルが申してる。野菜だけ食べさせてください。10日間。野菜と水だけ。それでも他の男の子と比べて、今痩せこけてしまってるんだったらば、またそのご馳走を食べますよと。けれども、そうじゃなかったらと。このように、お願いしてですね。そしたら、なんと他の少年たちよりも10日後に、顔つきが良かったんです。ですね。
神の御力がうちに働いてるんですよ。ですね。だから肉が出てこないようにほっとかって祈ったんじゃなくて、肉をその自分自身が肉を食べなくてもですね、大丈夫ようになったわけです。で、その前にですね、私ね、これね、ダニエルのことを思うと、いや、その前にそういう志を立てるというところにも御力が働いてたんじゃないかなと。そういう勇気ですか。ですね。で、それがピリピの2章の13節に書いてあります。神は御心のままに私たちのうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですと。その志が与えられたこと自体も神が御心に従ってこのダニエルに与えてくださって、そして神がことを行う。で、これがその、私たちのうちに働く神の力ですね、という、ことであります。でね、こういう内側の働きなので、神様の私たち訓練を受ける必要がある。どういう訓練かというと、自分の力、生まれながら持っている力に頼らない、肉の力に頼らないという訓練なんです。だからまた戻りますね、そのテーマですね、今日の。自分の理解力や知恵とかに頼っちゃうんですよ、私たちって。そしてその自分の力に頼りたくなるんですね。その中にだけ生きていこうとしちゃう。祈りでさえもがそうやって、神様に祈るっていうよりも、その神様を指導していくっていうか、うん、こうやってああやってください、こうやってくださいって自分の理解できる範囲で、自分のできる範囲でこう祈っていっちゃうんです。で、そういう肉の力ではなくて御霊の力に頼らなきゃいけないわけでしょ。で、これをですね、学ばせるために、神は時々私たちが肉の力で成し遂げようとすることをことごとく失敗するまでこう見守ってくださるってことをするんですね。お許しになることがあります。いかに自分ができないか、肉が弱いものかを知るために、そのまま自分の力でやり遂げようとする私たちを見守ってきます。ペテロがね、そうでしたね。ペテロについてイエス様が、サタンがペテロをふるいにかけるように、ね、この神に願い出たら聞かれたと。けれども私が祈りました、取りなしたと。信仰はなくならないように。そしたらですね、ペテロがですね、主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。ペテロ本気だったと思います。で、早速肉の弱さがね、ゲッセマネの園で、祈っていなさいと、目を覚ましてとイエス様言われましたが、寝ちゃってました。それでイエス様が、霊は燃えていても肉は弱いのです、死でも覚悟していると言った彼が、この舌の根も乾かぬうちにですね、あのカヤパの家で、火に当たってたんですけども、召使いの女が、この人もイエスと一緒にいましたと言って、いや、私はその人を知らない。死も覚悟してるわけですよ。ね、こんなローマ兵がやってきてさ、これをグザーッと刺されたって私は構いませんと。覚悟してるって言ったけど、女中だよ、女中。女の子、女の人だよ。ね、に、あなた一緒にいたでしょ。いや、知らない、知らない。で、彼はですね、3回言った後に知らないと。鶏が鳴いた、イエス様言われたとおり、鶏が鳴く前に3度私を知らないと言いますってイエス様言った。ぴったしカンカンそれが起こっちゃったことに、起こっちゃった。そしたらイエス様が振り向いたんですよ。お前言って知らないって言ったなっていう怒りじゃないよ、多分哀れんでたと思いますよね。で、そのイエス様を見て激しく泣いたそうです。激しく泣きました。こういうことをペテロは経験したんです。なので、もはや自分は頼りにならないと気づいたんです。自分の力はもうやばいよっていうのはよく分かったんです。なので、御霊に従っていく。
自分のうちで働くように願っていったんです。だから同じように、これも舌の根が乾かないっていうほどではないですけども、何十日か経った後に、1ヶ月2ヶ月かな、分かんないけれども、そんなに時間経ってない時に、同じカヤパのいるユダヤ人の宗教指導者がいるところで、誰の名によってこの人を立たせたんだと、また言われた。この前さっきの女中なんかよりも、もう本人たちから言われたの、うん、けれども、イエスの名によってですとはっきり言いました。あのカヤパが死刑と定めたイエスの名ですよ。そしてこの方以外には天下で救われる名として救われる名はないとはっきりと言ったんです。でこれをはっきり言った時にね、この使徒の働きの4章の8節から12節で、そこに聖霊に満たされてって書いてあります、うん、聖霊に満たされて、聖霊の力によってできたんです。その時に肉を働かせなかった、自分の力じゃなかったんです。だから神は自分の力とか自分の知恵とかでことごとくできないことを、まあお許しになる、見守るってことがあるんですよね。でね、ここで改めて私たちが願うところ、思うところの全てをはるかに超えてっていうところにもう一度注目したいと思いますが、なので主が力を持って働かれるときって、願うこと思うこととは異なることがしばしばなんです。で主を一体なんでこういうことされてるんでしょうねって、こうだから首をかしげることってないですか皆さんね。そういうことなんですよ。なんでかって言ったら異なってるから。イザヤ書の55章の8節と9節がとってもいい言葉ですね。私の思いは、これ神のこと、神の思いですよ。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと。あまりにも高いので異なってるんです。でこれなんですけどね、この使徒の働きを見てはっきりわかります。イエス様よみがえられてから弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われたんです。あらゆる国の人々を弟子としなさいと。で聖霊がエルサレムに下って、弟子たちに下って、弟子たちはエルサレムで主の御言葉を語ってました。エルサレムはもうユダヤ人ですよ。ほとんどが、ほとんど全員がユダヤ人なんですね。エルサレムから出てなかったんです。ところが迫害が起こりました。ステパノが殉教したんです。それで人たちはエルサレムに踏みとどまったんですが、他の人たちは逃げたんです。周囲のユダヤとサマリアに逃げたんです。でステパノが死んでいったという悲しい出来事が起こり、そして逃げていくという不安と恐れが先立っている中に、実はいいですか、神の御心があった、聖霊の導きがあったんです。なんで主はあらゆる国々の人々を弟子としなさい、出なかったらユダヤに行かなかったら、もうユダヤだけでもダメですね、今度サマリアですね、行かなかったら行けなかったわけなんですよ。で事実あのステパノ殺されましたけれども、同じように執事に給仕するように、選ばれていたピリポがね、サマリアで福音を述べ伝えて多くの人が救われたんですね。で水のバプテスマを受けて、そしてそれからペテロとヨハネがエルサレムからやってきて、彼らが祈るとサマリアの人たちが聖霊のバプテスマを受けました。でそれだけではなくて、逃げてった人たちはさらに北に上がっていったんです。でその中の人々の多くがギリシャ語を話すユダヤ人ですね。であのこうヘブル語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人っていうのは、このエルサレムではちょっとこうギリシャ語の方がないがしろにされてたから、ほら配給でね、ヤモメの配給でこうないがしろにされてるって話になったじゃないですか。まあ、ちょっとこうハーフみたいな意味合い、あの日本人に分かりやすく言うとハーフみたいな、とはあるいはこの
生まれ、あの親は外国人なんだけど生まれ育ちが日本だとかっていう人って結構阻害されていっちゃうじゃないですか。まあそんなイメージですよ。で、彼らが、ギリシャ語を話す彼らがどんどん上に上がっていくんですけれども、あのユダヤ人とは限らない人ばっかりがギリシャ語話したちで出てくるでしょ。ギリシャ人もはじめとしてね、たあのもうそこの上もローマ社会は全部ギリシャ語で通じてるから。で、そしたらね、ユダヤ人じゃない人たちにも話しちゃったの。ちゃったっていう言葉大事。話しちゃったの、試しに。信じて言っちゃったんだよ。またちゃった、信じて言ってしまったんですね。もっとあの丁寧な言葉使わないと。してアンティオキアでバンバン救われてって、イエス様信じたんです。で、エルサレムもびっくりして、エルサレムの教会の人たちも、じゃあバルナバって、バルナバもギリシャ語を話すユダヤ人だから、で使わしてって、でびっくりしてという感じで、アンティオキアに教会ができたんですね。いいですか。こうやって神の御心があらゆる国の人々を弟子としなさいという命令が守られていったんですよ。いいですか。私たちが神の命令を守るっていうと、だいたいクリスチャンは、いいですか、かっこいいことを考えるんですよ。何時間も祈ってしよう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 、ファーって示されて御言葉が与えられましたとかってこう言って、あのねとかね、いやこれはちょっとペンテコステ系だったりね、この福音派系で言ったらさ、あ、見事、見事、あ、見事、あ、あったあった、あ、これが見心だ。だいたいこういう感じで考える。で、こうなんか成功、サクセスストーリーっていうのが考える。サクセスストーリー。で、それにはまってないんだよ。惨めだよ。逃げてるんだよ。思い、願ってること、思ってることですね。逆のこと、でも実は神様はある意味で強いらせるっていう感じじゃないですけども、その殉教お許しになってですね、命かながら逃げてるという、ちょっと格好悪すぎる形で御心を行われて、はるかにそれをおできになると。神はやる方なんだと。ですね。で、これを果たして行かれたわけなんです。またチャックの話しちゃいますけど、チャックがこの公開説教ですね。これをやったきっかけ、見た目に示されたじゃないんです。彼はカリフォルニアの、南カリフォルニアの人はね、サーフィン大好き。彼は赴任した教会、まだカルバリー始まる前ですね。前の教団の時、赴任した教会で、だいたい2年ごとに変わるんですけど、ハンティントンビーチというサーファーのメッカ、当時は穴場でまだメッカにもなってなかったらしいですね。で、そこに2年で、だいたい2年だから、これ2年の説教を用意してる。で、尽きてきたんだよ。どうすっぺかなと、2年尽きて、じゃあ何しようかなと思ってな、第一ヨハネのこのこれあるコメンタリー、あの仲介者のね、このアウトレインがあってね、これがね50個ぐらいあったんですよ、ね、50個ぐらい分けられると、じゃあ1年入れるじゃんって、で1年いた、そしたらね、教会に来る人がもっと増えたんです。倍ぐらいになって、今度ね、ローマ人への手紙、今度もっと伸ばせる、全部サーフィンやりたいっていうのがあったのね、それで伸ばせる、ね、それ伸びだ、もっともっとできた、ね、そしたら教会がなんか革命されて変えられるっていうね、だからそういう売りがあったから、やってみたら自分が変えられたと、ね、こう言った。そしたら今度ね、ハーレーのハンドブック、聖書ハンドブック、でそこにね、この改修に聖書を通読させる方法って言って、礼拝の中でこの次の聖書箇所、この、ね、通読の箇所、僕もやってるでしょ、デボーションで、ね、次はこれですよ、でそれをやっていけばいいですよって言って、なんだ、第一ヨハネとかローマじゃなくて聖書全部できちゃうじゃん。それで創世記から黙示録の一節ずつの学びによる教会の説教スタイルができたんですよ。サーフィンやりて、かっこ悪いよね。
それ聞いたらつまずくんじゃないかなって思うよね。もうちょっと霊的にならなきゃとかって、で神はそういう霊的なプライドをですね壊される方なんですよ。願われること、思っていることをはるかに超えてできる方にイエス・キリストにあって教会の中で永遠に栄光が現れるってこのね次々書いてますけども、だから私たちはこのちっぽけな知恵とか理解では到底理解できないことを神様は行われて、今言ったように人の愚かささえも用いて人の賢さを愚かにするということを行われていきますですね。で、これが、今ちょっと10節で今引用したこの教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためである、豊かな知恵である。私たち自分たちで何とか把握しようとして徒労に終わることが多いですけど、神によってその渦中に置かれているときにいつの間にか神の御心が示されていて、自分がそれを行っているっていうことがあるわけなんです。つまり私たちがこれから神の働きに入っていくのできて、もう入っているんです、すでに。で、その神の働きのために私たちの内を整えていってくださっているわけなんです。でですね、先ほどアブラハムのことを少しお話ししました。100歳でイサクが生まれたということをお話ししましたが、イサク生まれた後ですね、彼が育ってって10代後半だったのかな、その時にね、アブラハムに神が言われるんですよ。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさいということですね。これね、やばい命令だよ。だってまず自分の愛してる子供を捧げなさいってことはクレイジーだけど、気狂ってますが、そもそもずーっと神様はこの子を通して子孫が星の数のようになるという約束を与えていたんですよ。まだ結婚してないですよ、イサク。子供一人いないんですよ。その子を全焼の生贄にする愚かの極みですよ。ところがアブラム従うんです。続けて読むとここがすごく大事で、あんまり注目されない御言葉なんですね。もう創世記の22章の3節と4節ですが、読みますよ。翌朝早く、だから語られた翌朝ね、早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の生贄、捧げ物のための薪を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。3日目にアブラハムが目を上げると、3日目なんですね。アブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。で、これだけ見てると、なんでこれがすごいのって。3日目に見えた。で、書いてるんですけど、これコメンタリー、注釈が、説明が、ヘブル人への手紙の11章にあるんです。で、そこを見ると、いいですか？11章の19節に見るとですね、今言った3日目にって書いてある、その準備の時に彼の心の中で何が起こっていたかを説明してるんです。なんとイサクを取り戻せると思ってました。つまり死んでもまた生き返るって思ってたんです。ヘブルの11章の19節、彼は神には人を死者の中から蘇らせることでもできると考えました。それで彼は比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのですと。二つの完全に矛盾する約束と命令がありました。彼によって国民ができると。ですか？神の民ができると。で、ほふりなさいってあるでしょ？絶対に合わないじゃないですか。ところがどっちも受け入れた結
が、アブラハムの心の中で、よみがえりという思いが出てきたんですよ。イサクは生き返ると。これが神の極めて豊かな知恵だったんです。はじめに神があなたの独り子、愛する独り子を捧げなさいという言葉を聞くと、新約聖書に慣れている私たちクリスチャンは、ピピピピピピって来るわけ。何ですか？神は実にその独り子をお与えになったほどに、世を愛されたっていう言葉です。ここなんです。で、それを見ると、神がアブラハムに命じられたのは、ご自身が父なる神として、愛するご自身の御子に、独り子に行われることだったんです。そして、アブラハムが自然とその命令を行っていくうちに出てきた思いというのが、3日目に自分の独り子イエスを蘇らせるっていうことをアブラハムを通してあらかじめ示したいと思っていたから、こうやってやってるわけです。で、アブラハムね、これプレイヤー主人公でしょ。でも、そんなのわかるわけないよ。三位一体の神が約2000年後にこのことを行われて3日目によみがえらせるなんていうことを考えてるはずがないんですよ。これが神の後で、これね、エペソの3章に出てきます。極めて豊かな知恵って書いてます。で、これが奥義によって示されるわけです。で、交わり、奥義の交わりということも出てきますが、これが神の奥義の交わりなんですね。主人公は実は自分が主人公であることに気づきません。あまりにも渦中にいるから。渦中にいる人って全体が見えないじゃないですか。神にはこうやって隠れた意図があって、知恵あふれた意図があって、私たちにそれを明かされるんだけど、渦中にいるときは思いとか願いをはるかに超えて行われるんだって、これを知らないといけない。理解しなさいって命じられてないんですよ。神を信じなさい、そして私を信じなさいとイエスも言われました。こっちを命じてるんです。で、神はなぜならばこよなく神を愛しておられて、私たちをご自分の栄光のために器として、当事者としてお持ちになりたいわけなんです。でも渦中にいる者にとっては目の前のことしかわからないで、物事が自分に悪く働いているように見えることが多々あるんですね。でも確実に神はご自分の知恵を働かせてことを行われているんです。なので私たちは主のしておられることに身を任せていき、御霊によって私たちの中に働いてくださるこの方に任せていき、そして私たちの思いや願いをはるかに超えて神はことを行われて行くんだということなんですよね。皆さん、当事者です。これから当事者に ならなきゃじゃないんです。すでに当事者です。神の作品なんです。その用意行いでさえもうすでに用意しておられて、そして自分のテクニックはもう通用しないところで、神を信じていく中で皆さんの中で神のストーリーが広がっていっています。で、周りの世の人が私たちを見たら、あ、キリストだってわかるんです。クリスチャン、キリスト者、アンティオキアの人たちがそう言いましたが、小さなキリストっていう意味です。もともとキリスト見てイエスみたいだなって、で、皆さんがイエスみたいだな、クリスチャンなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの素晴らしい麗しいお働きを見ることができ、願うこと思うことをはるかに超えて行うことのおできになる方、このことによって、私たち、教会の中でイエスキリストにあって神の栄光がいよいよにあるようにとパウロが祈った、そのパウロの祈りがエペソの人たちだけではなく、すべての生徒と、あなたは、このパウロが書いています。
すべての生徒たち、つまり私たちを含む者たちにあるようにということで、パウロの祈りがあることを感謝いたします。その祈りをあなたは確実に聞いてくださって、私たちのカルバリチャペルロゴス東京にも行われていることを信じます。本当にあなたがそうしてくださることを信じます。あなたに栄光がありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。キリストの恵みと神様の愛と父なる神の愛と聖霊によっての交わりが私たち一人一人に全ての人と一緒にありますようにお祈りします。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。アーメン。